27人が犠牲となり、いまだ1人の行方が分かっていない熱海市伊豆山の土石流災害。昨日で発生から1年となりました。消防に最初に通報があった午前10時28分、各地で犠牲者を悼み、黙祷が捧げられました。被災された皆様や地域の皆様と一丸となり、復旧復興に全力を挙げて取り組んでまいることをお誓い申し上げます。現場近くの伊豆山小学校では、市が主催する追悼式典が開かれました。斉藤市長や川勝知事、遺族ら88人が参列。一人一人花を手向けました。昨日のように思ってるので、まだ帰ってくると思ってるんですね。私は死ぬまでその子が帰ってくると思いながら、過ごして、一緒に墓に入るようには決めてます。ひどいのにあってしまいましたけどね。もう今はそういう苦しみとか何もないところにいてくれるだろうと思っています。母親のことを思い出しながら、弔っていきたいと思っています。一方、現場近くで記者会見を開いた被害者の会は、この度、静岡県および熱海市に対して被害者の会として損害賠償請求を求める集団訴訟を起こすことを決定いたしました。新たに県と熱海市を相手に行政訴訟を起こすことを明らかにしました。せめてその危険な盛り土の存在ということを、下流住民にですね、広く周知してですね、そして災害対策の運用ですとか避難訓練ですとか、そういったところの運用も含めてですね、危険を広く住民に周知するべきだったのではないかと、それをしてこなかったですね、市の過失というのは、ここは非常に大きいんじゃないかというふうに我々考えているところであります。熱海市は被害者の会が土地所有者らを訴えた裁判に原告側として補助参加することを決めています。斉藤市長は被告としての立場を踏まえつつも、可能な範囲で被害者側の支援につながる訴訟活動を行っていくとのコメントを出しました。川勝知事も今日コメントを発表。現在継続中の全現所有者らに対する民事訴訟の原告側への補助参加については、新しい状況変化等も踏まえてさらに検討していくとしています。